円五時の工程ボールの影も長いそんな無口でいないで先生何か出そうですか。いやこればかりは蓋を開けてみないとなんともね。今のところはまだまだ蓋どころか、まあ、包み紙に手を。影大丈夫？またあの夢？ここんとこ毎晩だもんね。あら？あの公園の古墳、20年ぶりに発掘調査をしているのね。へえ。R 大の考古学研究室が中心となって調査してるらしいわ。一般に気体、液体、固体が相互に混合するとき、一方が固体の中に、ったら聞こえないの？一体どうしちゃったんだろう。
松永、授業中にテレパシーでの死語はやめてほしいね。すみません。つぼちか、まさか私の心まで読んでるんじゃ。私はこんなおたまじゃくしのことなんか考えてないぞ。こんなの、なんだその目は。私を見るな。やめろ。見るんじゃない。先生、アホなこと言ってないで早く授業に戻ってください。見ちゃうよ。帰った？だってカバン持ってたからね。なんか気分が悪そうだったよ。少しふらついてたもん。みかげ、いないの？みかげ、なんだ帰ってるじゃない。ああよかった。何よこれ、どれもこれもみんなおたまじゃくしじゃない。みかげ、どうしたの？みかげ大丈夫？お医者さんはただの風邪だろうって。まだ熱は下がらないのね。薬は飲ませたんだけど。いや、俺には火の玉に見える。いや、やっぱりゾウリムシだろ。違うって、そんなんじゃないの。ともかく不思議だな。一体何書いたんだろう。ちょっと失礼。あー、なるほどね。サラシナさん、その絵が何か。これ、マガタマのようだけど。マガタマ、昔の人のアクセサリーよ。ほら、ここをよく見て。ここんとこに穴が開いてるでしょ。ここに紐を通して首にかけたりするの。本当？アクセサリーね。間違いないと思うけど、なんならおじさんが大学の考古学研究室にいるから話を聞いてみるといいわ。これは確かにマガタマの絵だと思うが。やっぱり。あの、この絵から何か思い当たることありませんか。マガタマというのは装飾品としてはポピュラーなものだからね。この絵だけではどうもな。先生、マガタマってこれのこと。そうだよ。そのマガタマは今発掘している小倉山公園の古墳から出たものだ。今回20年ぶりの本格調査でね、忙しくて忙しくて。みかげ、どうしちゃったの？何があったの？みかげ、答えてよ。みかげ！
い待てよ待てってば。あのさ、見かけの病気とあの古墳となんか関係があるっていうのはちーとばかし考えすぎじゃないか。見かけのこと心配なのはわかるけど、どうしてそこまで。私がこの目で見たのは何だったのか知りたいの。赤い勾玉をつけた女の人のことを。だってそれは夢の話だろ。違うわ、歴史の苦手な見かけがあんな夢見るはずないもの。絶対あの古墳と何か関係があるのよ。待てよ。え、男の人？それもかなり身分の高いお金持ちだったようだな。あの古墳の埋葬者は贅沢の限りを尽くして一生を終えた、とても幸せな人物だったんじゃないかな。贅沢か、いいな。いや、しかし熱心で結構。私もよく古代の人のことを夢に見るよ。昔って結構良かったんだな。今の世の中なんてさ、退屈で窮屈で男にとっちゃめんどくさいもんな。そう思わないか？そうがっかりすんなよ。やっぱりあの古墳とは何の関係もなかったのかな。まあそういうことじゃないの。古代の人の思いが乗り移ったなんてロマンティックでいかにもトモミとか考えそうなことだけど。もう知らない。どうせ野田くんなんか。トモミ、トモミどうした、大丈夫か。頭が、見かけよ、見かけが苦しんでる。みかげちゃん。ともみ、ねえ、あの女の人は誰なの？あなた幸せだったんでしょ？ともみ、帰ろうぜ。腹減ったよ。そんなものはまだ古墳周辺からは出てないよ。しかし石室の方はまだだからね。石室？ここが石室ね。赤い勾玉なんてどこにもないわ。ねえ、昨日夢に出てきた男の人って多分あなたでしょ。さあ教えて。
早くしろよ。部活行かねえのかよ。ああ忘れてた。部長が忘れてどうすんだよ。ともみさ。ともみちゃんどうかした？今日来なかったな。勾玉を渡したかったのよ。スキューバダイビング？いきなりどうしたんだよ、この寒いのに。この間やってる人知ってるって言ってたじゃない。そりゃ道具はなんとかなるけどさ、ともみまで変になっちまったんじゃないだろうな。お願い、野田くんだけが頼りなのね。よし、準備完了。みかげ、赤い勾玉どこにあるか見えてるわね。じゃあそこまで私を飛ばして。行くわよ。1、2、3。全然前が見えない。この貸しは高くつくよ。あら、私だって場所教えたでしょ。まあいいか。
閉まってたよこの蓋。吉村先生は贅沢の限りを尽くして一生を終えたとても幸せな男の人だって言ってたけど、そんなことないよ。1500年も前の悲しい思いを未だに秘めて眠っている人が幸せだったなんてすごいな。悲しいけどちょっぴり羨ましい。うん、ミカゲ、一緒にシャウトしよう。次回ミラクルガールズ、トモミの胸のつむじ風。野田、トモミを